さて、会場の皆様、時刻は午後5時となりました。駅前もだんだんと暗くなってまいりましたね。日が陰ってまいりました。このステージの前にはずらりと手作りランタンが並んでおります。少し幻想的な雰囲気になっているところでしょうか。さあ、ではまもなくキャンドルナイトのスタートです。今年も株式会社新興社様、トヨタカローラ横浜様、石井造園株式会社様からご協賛いただきまして開催することができました。今年は栄ガールズデイとの合同開催となっております。そして来年の栄区政30周年を祝いまして、30をモチーフにしたキャンドルの装飾など一味違ったキャンドルナイトとなっております。この30をモチーフにしたキャンドルは駅前、駅のすぐ前の方にございますので、またこのステージから奥の方、たくさんのキャンドルが灯されております。竹キャンドルもございますので、どうぞご覧いただければと思います。では間もなく駅前の街灯を消灯いたします。皆さん一緒に10秒前からカウントダウンをお願いいたします。元気よく参りましょう。それでは参ります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、街灯が消されました。まだちょっと明るいですので、キャンドルナイトのこのキャンドルたちのこう幻想的な雰囲気というのがまだまだこれから、美しくなってくることと思います。竹キャンドル30をモチーフにしたキャンドル、たくさんのキャンドルがステージ前にもございますし、いろんなところで灯されていますので、ぜひごゆっくりとお楽しみください。さあ、それでは引き続き栄ガールズデイキャンドルナイト in 本郷台2015秋をお楽しみいただきたいと思います。さあ、これからのお時間は少しずつ暗くなってまいりますので、足元にお気をつけていただきまして、十分にお気をつけいただきながらブースなどもお楽しみください。この後はジャズライブがございます。準備をいたしますので少々お待ちください。